はい、どうも石原です。今回の動画では iPhone12 の充電方式や空張り、そして iPhone12 で初搭載かに思われた A14 チップが、新型 iPad Air 4に搭載された経緯、さらにはその A14 の性能についてのまとめ、加えて iPhone12 の発表時期や発売時期も合わせて解説していきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画の方ご視聴ください。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone や Apple 製品などのテック系の情報やガジェットレビューなどの動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。またノートというプラットフォームで僕のテック&ガジェットのレビュー記事やコラム、さらには Apple のことについてや YouTube の戦略や収益についても公開していますので、ぜひ僕のノートを概要欄よりチェックしてください。はい、では本題です。9月16日に開催されたアップルイベントでは残念ながら発表されなかった iPhone12、公式に発表されていない以上、やはり噂やリークは毎日のように流れ続けております。そんな中、iPhone12 の双方向ワイヤレス充電に関してと、新色のオレンジ、そしてブルーの色についてのリークがありました。2020年の WWDC ですかね、と、あと今回の Apple イベントについての内容などのリークを的中させている Apple のリーカーが、Twitter に iPhone12 についてのツイートを行いました。それがこちらの2つの画像、写真になります。一見普通の Apple Watch と iPhone が写った写真に見えます。しかし、それを投稿したのが、意図的に意味深な内容や写真をリークすることで有名な Apple のリーカーであるということで、物議を醸し出しております。この画像から予測される、リークについては2つのポイントがあります。一つはApple Watch と iPhone を重ねた写真であることから、やはり iPhone12 は双方向ワイヤレス充電に対応する可能性があるのではないかと予測されております。そして二つ目なんですけども、カラーですね。どちらの写真も iPhone12 のカラーラインナップで噂のある、特徴的な色であるオレンジ色と、ブルーであること。これらの色は予測としてはライトオレンジ、そしてライトブルーになると噂されているので、先日行われた Apple イベントので発表された iPad Air 第4世代のライトブルーなどが、もしかすると iPhone12 のエントリーモデルのカラーラインナップのブルーに近い色になるかもしれません。双方向ワイヤレス充電はこれかなり使えそうなテクノロジーなので、期待したいと思います。そして先日の Apple イベントで発表された iPad Air 4には、いくつかの驚くべき進化が見られました。その一つが A14 バイオニックチップの搭載です。この A14 バイオニックチップは iPhone12 に搭載されると噂されていました。Apple の2020年の最新型のこれチップになります。この A14 が iPhone12 に初搭載ではなくて iPad Air 4に初搭載されたということで、かなり驚きの進化と言えると思います。ここで少し話を深掘りしますと、可能性としてはですね、当初は iPhone12 も iPad Air 4も同じ発表イベントで披露される予定だったと考えられます。しかしコロナウイルスの影響によって、そのスケジュールには大きな遅れが生じたため、くしくも iPhone12 よりも先に iPad Air 4で A14 搭載が発表された形となったのではないかと思います。同時に発表されれば、何の違和感もなかったとは思いますが、ある意味 A14 のバイオニックチップが iPad Air に搭載されたということは、 iPhone12 に A14 が搭載されることは、個人的にですね、僕の個人的なんですけど、これ 100% 確実ではないかとお伝えしておきたいと思います。というかね、誰でもそう考えるとは思います。iPad Air 4に A14 チップが搭載されているのに iPhone12 に搭載されないという流れにはちょっとならないとは思います。さて、そんな A14 なんですが、実際にどのくらいの性能があるのかみたいなことを海外メディアであるアナンドテックが性能についての記事をまとめていたのでご紹介したいと思います。iPhone 11シリーズに搭載されている A13 バイオニックと比較した場合となるんですが、CPU 性能が約 16% 向上、そして GPU 性能が
約 8%、 そして6コア CPU と4コアの GPU で構成されておりまして、 CPU コアが4つの高効率コアと2つの高性能コアを組み合わせたものだと言われております。そしてトランジスタの数が118億個となっておりまして、これは A13 バイオニックの85億個から約 38% も増加したことになります。そして発熱の問題で最大パフォーマンスを2分から3分しか維持できなかった iPhone 11に搭載されている、A13 バイオニックの問題を改善することに重きを置いて開発された可能性が高いとしています。とにかくね、 iPad Air 4をゲットした方はiPhone 12 よりも先に A14 を体験することができるということになりますので、実際に iPad Air 4を僕も購入しようかどうか迷ってはいるんですけど、実際にもうね、今週中にも手に入れる、ゲットする方もおられると思うので、A14 の性能とかね、実際にアプリの立ち上がりなんかとか、お手持ちのモデルと比べてみて、どのぐらい性能があるかとかね、比べるのも楽しいかとは思います。しかもこの iPad Air 4は、A14 を搭載しつつ、かつ、電源ボタン埋め込み型タッチ ID が搭載されて、6万円前半からなので、めちゃくちゃお買い得感が半端ない、iPad Pro 2020よりも、買いなモデルだと言わざるを得ないかなというところはあります。そして先ほども少し触れましたが、iPhone 12は9月16日開催された Apple イベントでは発表されませんでした。で、例年通りでいけば9月に新型 iPhone の発表、そして発売となっておりました。しかしね、2020年はいろいろと世界の情勢の混乱もあって、このチャンネルでご紹介している Apple イベントは10月と11月に残り2回開催される可能性を伝えていますが、加えてアップルは2020年4月から6月までの決算発表の場で、新型 iPhone は例年より数週間遅れると公式の場で発言していることもあって、 iPhone 12の発表が10月になることはかなり確実であると言ってもいいと思います。最近 iPhone 12の発表時期や発売時期をリサーチしていると、具体的な日程も出ているようなので、それらのリークの信憑性を調べつつ、また改めて iPhone 12に関しての発表時期や発売時期のリーク予測をお伝えしていきたいと思いますので、そちらもぜひお楽しみにしていただければ幸いです。そして今回ご紹介した iPhone 12のリーク情報などの情報は、僕が運営するガジェットブログに文章で詳しく解説していますので、ぜひ概要欄から、もしくはこちらから僕のブログに遊びに来てください。はい、ということで今後もこのチャンネルでは最新の iPhone 12の情報や Apple に関してのリーク情報、さらにはガジェットレビューやおすすめのサービスなんかもご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。